はい、ロールです。本日もヒーローモードをプレイしていきたいと思うんですけども、前回がですね、このマップ、少しだけやりました。多分今出てるとこやっていて、まあ、サイト1、2、3、なんかいっぱい、行くとこいっぱいあるんだけど、まだ俺ちょっとしかやってないみたいです。で、つきまして、本日は、このなんかヒーロー装備とかいっぱいある中で、とりあえず、ウルタナのこのステージ、マップ、なんかしら一個ずつクリアしていこうかなと思います。武器の強化はまだしない。やり方がわかりません。あ、間違えちゃった。ってことで、どうしようかな。いくら2000ポイント持ってるんですけど、あれ、ここやったとこだよね。やったとこはさ、夜間の蓋が開いてるわ。今見たら。ほら。夜間の蓋開いてないとこ入りましょう。なんかさ、武器とかさ、選べるじゃん。スプラシューターじゃなくてもいいんで、この間リッターとか使ったからさ。今回何かな？よろしくお願いします。ヒーローシューターか、スパイガジェットか、ホットブラスター。いろいろある。ま、でも俺はこの武器でいこうかな。よろしくお願いします。さあ、これ何？気を引き締めてゴールしようだって。まあ、攻撃、避けつつ行きましょう。気を引き締めろ。うお、びっくりしたびっくりした気を今引き締めてなかったから急に出てきた。わあ、やばい、壊された。危ない、普通に強いぞ。ケバンインクから出てきた、あいつら強い。これ多分、出てくるべ。これ絶対出てくる。はい、出てきた。わかった。もうなんか仕掛けがわかった。あ、ここにも出てくる。次も出てくるよ。はい。はい、オッケー。完璧ですね。オッケー、これ壊しといて、スーパーショット。いや、ウルトラショット持って、中入りましょうか。うおー！何この、からくり仕掛けの部屋。左からも出てきた。待って、右からも？正面からも出てくる。うわ、いっぱい出てくる。いろんなとこから。あ、待って、やられる。本当にやられる。危ない。壁にちゃんと、隠れていかないと。やばいですよ、これ。はい。はい、オッケー。急に出てきてびっくり。とりあえず、奴らは倒した。キャッツラー倒したぞ。ここで使うべきなんじゃないか？よいしょー。さらに奥まで。オッケー、全部倒すことはできなかった。まあ、でも、おっと、体が避けて、しっかりライジンステップ。あんまり、初心者の人がやらないような、こんな動きをしてしまった。おお、右。なんか結構敵出てくんね。思ったよりも敵が出てくる。しかも、急だからびっくりだね。もう、まだいるのか。もうゴールかと思ったよ。でもすぐそこ。ゴールはすぐそこ。いける。ごめん、なんか、こじゃけ出しちゃった。オッケー。そうだ、こじゃけ出ることも忘れてたよ。ありがとうございました。初回ボーナスいっぱいもらえるのいいですね。よし。ちょっと今回水とか用意せずに。なんか普通にやっていこう。なんかもう家でまったりやる感覚でいいですか？実況動画のくせに寝ながらやっていいですか？聞くところによると俺の友達は寝ながらやってたみたい。あ、めっちゃもらったお金。これ今なら、いや、さ、この間やった時さ、このバルーン上の方行ったんだよな。これもクリアしちゃおう。先にクリアしちゃおう。まあ、せっかくなのでケバインク、この周りのケバインク全部綺麗にしてんだよね。まあ、ちょっと残した状態でさ、ケバが。ケバちょっと残した状態でさ、次のステージ行くのなんかね、気持ち悪い感じするんだよね。いい人はいいよ。俺なんか気になっちゃうんだよ。B 型のくせに。おー、びっくりした。鍵を探してゴールしましょう。鍵を探しましょう、皆さん。鍵を。この上にあるんじゃない？お、あった。お、あった、本当にあった。終わり。鍵見つけたよ。ねえ、もう一瞬で見つけたよ。わお。これで終わり？あ、まだあるんだ。あ、いろんなとこに鍵があって、まあ、ちょっとずつはその、あ、ここじゃね？あ、鍵あった。俺、嗅覚が鋭い。かまど炭治郎くんかな？嗅覚が鋭い。まあ、でもそういうことだ。いろんなところに鍵があって、ちょっとずつ見つけて、こう開いていけってことだ。こう開いておきますか。あれ？鍵、あ、サメちゃん。サメちゃん使いたい！サメライド！オッケー。サメライドしたけど別になんかね、鍵があるわけでもないですね。この上行くのかな？この上、いや、俺こっちな気がするな。ここの上な気がするぞ。鍵あるとしたら。
多分この上に。違う。あ、でも上掘れたね。あ、あれじゃね、あれだよ多分。小鮭に取ってきてもらおう。行ってこい。届いてないこれ。届いてないな。ごめんね小鮭。もう一回。鍵持ってきてください。お、鍵取ってこないと。ねえ、取ってこないと。取ってきて。取ってきて。はい。取ってきてよ。何やってるの。届かないのかな。もういい。もういい。自分で行く。自分で来たよ、もう。さあ、鍵をどこに入れていくかだね。あれかな？左のあれかな？あ、てか、これ上から行けるんじゃないか？この下、金網の方。あれ？あ、金網じゃない。なんか、あっていけない。じゃあ、どこから行くんだ？戻るのか？あ、これ金網だ。こっちに行くのか。あ、なんか上来た。すごいね。敵もいるから気をつけないと。あ、小鮭じゃあ、ここで戦ってください。殴り合ってる。ナイス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 。よしよし、これで進んでいきましょう。右倒して、左も倒す。弾は避けると。で、壁塗って。出てきた、出てきた。これ下落ちたらやられちゃう？やられそうだな。一応開けとくか。オッケー。一応塗って開けとこう。これでさっきの下からも来れるようにはなった。ね、鍵これに使うのかな？もったいなくね？え、これに使うの？あ、で、右側行けたわ。あ、ゴールじゃねこれ。ほら。あ、ゴールじゃね？あ、ゴールっぽい。あ、でもこっちの道じゃないな。あ、あっちからもやらなきゃいけないんだ。なるほどね。待ってね、もう一個気になってたのがさ、右側にもさ、敵がいたことなんだよね。あの上にも行けるのかな？とりあえず、ゴールは見えましたけど。いけないですね。まだ鍵が必要。なんか迷子になりそう。こっち開かない。まだ鍵があるってことか。探さなきゃ。この下は来てたね。待って、俺どこにいんの今。迷子なう。迷子なうなんだけど。壁濡れんしな。これ来た道？これ来た道だ。ははは、迷子なう。ツイッターにつぶやかなか。迷子なう。あ、強化ポイント上がった。これ時間で上がるのかな？なんで上がるんだろう？わかんねえよ。え、どうしよう。あっち行きたいけど、上からだな。これ上からだな。上から行こう。上から狙っていきましょう。あ、一応スーパー着地が溜まった。スペシャルスーパー着地溜まったけど、もう一回じゃあ上狙っていこう。さっきここ降りたんだよね。で、奥はあれなんだ？もともと来た場所？あ、じゃあここでいいや。この、イカゲームであったような、この、イカゲームでジャンプして、左右どっちか選んでいけみたいな。あったよね、イカゲーム。俺見たんですけど。この先、ここ。さっき降りちゃったから行けてないけど。こっち行ってないので、ちょっと行きましょう。アーマー手に入れて、シャシャですね。それ倒して。あ、鍵だ。これでいいのか。じゃあ戻ればよかったんだ、普通に。じゃあ戻れ。ね、こっち側は来たので、今度、こちら側の、さらに右側の扉を開けていきましょう。はい。で、チェックポイント、あ、これか。これのことか。あ、出た。これでいけるんだ。へえ、面白い。プラス面白いね、ヒーローモード。怖いな、この道。ブレイブメンロードだ。カイジ。はい、ゴール。意外とね、迷路が得意じゃないんですよ。パズルとか迷路とか、ちょっと苦手なんだよね。まあ、でも、マップとか見るのは、Google マップとか見るのは俺結構好きだし。なんかね、マップは大丈夫なんだけどね。迷路はちょっと難しい。はい、ありがとうございました。どんどんいくら手に入れてるけど。え、あおりちゃんいる。こんにちは。今日も元気に出発。はい。こじゃけ。あ、こうだ。こじゃけ行くよ。1500円。ちょっと高いけど。奮発しまーす。
イエーイ。あれ、何？ちょっと待つんじゃーって言われた。誰？え？新しい二人出てきたよ、アイドルの。あ、いや、後ろにもいるわ。マンタくんがいる。ほほう、誰かと聞いたな。耳のもずくがどうたらこうたら、サンドの飯より女のかんたら、踊るギャングスター打つ方。一切合切食い荒らす。サメ使いの風か、やっぱサメなんだ。えい。一攫千金、千客万来。えい。マンタのエイ太郎。三匹目いるかな。贅沢三昧。すり身連合か、今回。かっこいいね。この二人も好きなんですけどね。すり身連合さんがなんか、声かけてきたぞ。しかもちょっとなんかヤンキー気質がある、このうつほさん。クリエイターの地下にこんな空間があるなんてね。お宝が餃子あるに違いあらへん。もう京都っぽいですね、喋り方が。あと見た目がアジア系ですね。あの一重でね。なんかそんな感じしますね。高値で売れそう。お前さんらもお宝を狙っとるんじゃろう。お宝はわしらが残らずいただくつもりじゃて、先に詫び入れとこうかなと思ってな、ジンベエみたいな喋り方するやん。に、人気ある。人形の人たちやん。昔の。なんじゃ、あんまりビビっとらんようじゃな。最近の若いもんはつまらんの。えい。えいさん、目がかわいい。みんな誰が好きですか？僕はえいさんが好きです。でも、他の二人もいつか好きになると思います。この子たちは何しに来たのか、僕にはわかんないんですけど、話を聞いてたつもりなんですけど、わかりません。これ先行ける？もう次のステージ行けちゃう。ダメ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 。ダメ。この状態で行っちゃダメ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 。みんな許さないから。なんでうなぎさん全部やらないんですか？ちょっと怒られちゃう。よし、ケバインク行けるとこだけ開けとく。あ、ここも行けるね。はい。さっき手に入れたもの全部使って開けまーす。ここの夜間行ってないの？よし。行ってみよう。これ最初に全部開けてくスタイルでいいかな？まあ、でもみんな気になるよね、全部。俺がどのステージをどうクリアしてるのか気になるよね。え、食ワンダーって書いてる。なんか食ワンダー使うやつだぞ。なにこれ？どうすんの？食ワンダーでゴールしましょうだって。あ、ずっと食ワンダー状態だ。すごい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 。一応撃てないの？あ、危ない。一応撃てるんだ。一応撃てて、で、食ワンダー使っていこう。これ食ワンダーの練習にもなるね。てか、スパイダーマンやんけ、やってることが。あれ倒せんの？ビヨン、ビヨン。無理だ。じゃ、食ワンダーずっと使っていこう。だっていい練習だな。本当にいい練習だな。おい。いい、楽しい、楽しい、普通に楽しい。待って、普通に。スプラトゥーン感覚がない。危ない、危ない、危ない、危ない。これは、どうするの？あ、割れるんだ、一応。壊せるんだね。ダメージも与えられるんだ。うおー、気持ちいい、気持ちいい。何これ。上にも行きたいですね。登って登って、さらに先。俺はスパイダーマンホームカミング。見たのはなんだっけ。スパイダーマンっていろんな種類ありすぎてわかんないんだよな。マジですごい。何これ。てかこれできるのいいな。どっから行くのが正解。とりあえずこっちにジャンプしていって、あー、落ちる。まあ、ここからどうすればいいの？スパイダーマンなら横に飛び移るはず。オッケー、オッケー。で、さらにこっち行くけど、上があっていけないから、一回戻りましょう。一回戻ってから先に。さらに先に。おっと、なんか落ちてるな。あれを取るか。これを取って、オッケー。イクラちゃんゲット。はーい、オッケー。恥ずかしい。あ、あ、落ちる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 。こんなこと言ってる場合じゃないんだ。俺は上に行かないといけないんだ。あそこの上に行くには無理だ。ちょっと待って、落ちる、本当に落ちる。あそこの上に行くには多分こっちを一回経営するんだろうな。はい。で、からのこう。で、周りの箱を壊しておきましょう。右行けば一応行けるんだけど、この上になんかありそうじゃないか。ここなんかあるよな、絶対。あー、イクラちゃんか。はーい。オッケー。で、横に行こう。ああ、ああ、ああ、危ない危ない。待って、ここで、
俺はイカロールな気がする。ここでイカロールをするべきだと思うんだ。はい。いくよ。無理だ。ちょ、頑張って登ろう。危ない、落ちる。オッケー。あいつ何者だ。あいつ何者だ、ほんとに。職満だー、オッケー。うわー、釣りゴールできた。え、これ普通にガチマッチか縄張りバトルで使ってくるの怖いな。でも面白そうですね、職満だーをうまく使えたら。てか、普通にスプラトゥーン3さ、やりたくてさ、買ってさ、俺ゲームしてるんだけどさ、みんなにもさ、やっぱ YouTube の動画投稿してんじゃん。見せたいじゃん。でさ、編集してたらゲームできないんだけど、俺、かわいそう。二人欲しい。なんか、自分が。自分が二人欲しいとね、最近思ってます。あの、右側で編集して、左側でゲームしてたい。あ、これ壊せる？壊せるね。これも壊していこう。あ、お宝発見。これ何かな？いくらだね。回収回収、いくら回収。あ、こっちにもある。これも回収しとこう。これ何？あ、ディスクね。はい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 。これも壊しておこうか。600円。600円にケチらず俺は。お、なんか出てきた。イエーイ！なんかゲット。よし、ケチらずね。この前濡れないの。とか、頭かけてね、大丈夫？これ頭大丈夫な。てか、ほとんどやったんじゃね？あ、まだこれやってないか。あそこにもケバインクある。500円ですから。なんかあんのかな？お、なんかある。後ででいいや。先こっちから行こう。行ってきまーす。やってないステージってマップで見れるよね、多分。てか、一つのステージやるのに、結構時間かかってる気がするけど、今日100ステージぐらいやっちゃうか。もう3時間ぐらいの動画にしたら、見てる人大変になるかな。いつ見ればいいんですか？ 3 時間もうなぎさんって言われそう。え、これ使えないらしい。ほじゃけしか。すのイカちゃんで行かないと。よろしくお願いします。こじゃけと共にゴール。ってことは、なんか困ったらこじゃけを投げればいいってことだよね。バルーンとかにね、投げていって。あ、でんでん太鼓。本太鼓は。なるほど。頑張れ。こじゃけ頑張れ。はい、ありがとう。うまく使っていこう。リズムよく鳴らしてくれ。チクタク、チクタク、チクタク。危ない危ない危ない。チクタク、チクタク。戻ってきて。はい、はい。チクタク、チクタク。オッケー。完璧。まだ序の口か。またあるよ、太鼓。いくよ。チクタク。あ、登っちゃった、行っちゃった。次、次、次。チクタク、チクタク。この鍵多分取らなきゃいけないんだろうな。一回鍵取りまーす。で、奥側に行こうかな。これだね。鍵。カニのマークがあった。鍵はカニのマークのとかだ。なんかかけてるのかな。なにこれ。なにこれ。あ、爆発を連動させていくのか。でも、でんでん太鼓あるけど、どういう感じなんだろう。一回見てみよっか。バン、バン、バン。こじゃけくんを呼び戻す。あ、いけない。これね、チクタクすんの？あ、チクタクして、好きなとこ止めるんだ。なるほどね。じゃあ、つなげればいいんだ。これでつなげて、で、こう、右側は？チクタク、チクタク、チクタク。ここじゃね？で、繋がって、上に行く。あ、完璧だ。これでいいんじゃないかな。なんか全体を見ろってそういうことだったのか。チクタク、チクタク、チクタク、チク。おーで？あ、降りてきた。イエーイ、三つも。三つと鍵が。頭使うんだ。楽しい！てか意外と Web1 なのに難しい。てかよくこんなん考えるね、任天堂さんも。賢いね。これは？チクタク、チク。どうすればいいのこれ。こんな、何すんのこれ。とりあえず止めてみた。え？あ、自分が通れればいいのか。あ、じゃあこれ通れる状況になって、届かない。届かないから、上からやれってことだ。見てて。登る。あれ。やばい。この先がいけない。
頑張っていけるかな。頑張っても無理だから、ここでチクタクしよう。ここでチクタクし、あ、オッケーオッケーオッケー、こういうことか、そういうことか。で、チクタク、チクタク、止めて、で、ここ行く。え、楽しい、なにこれ、賢い。え、てか、これ取りたい。俺は行くよ、俺行くよ。よし、よし、オッケー。し、取れた。取れた。イエーイ。なにこれ。え、てか、ようこんな思いつくな。ヒーローモードで。作ってる人が天才だわ。やっぱ、任天堂さんのイカ研究員たち天才だ。え、こういうのいっぱい用意してほしい。てか、今の感じの、なんか謎解き系のスプラトゥーンだけでもいい。なんか、いっぱい作ってくれ。面白い。どうしても、オクトエキスパンションみたいになんのかな？追加コンテンツとかめちゃくちゃ気になるな。スプラス3楽しい。嬉しい、楽しい。美味しい。届かねえ。あ、そう、ここは小鮭だけじゃないんだ。ちゃんと動けるから。じゃあ、下に一回降りて、あ、競馬インク危ない。一回これ壊しましょうか。700円で壊して。はい。はいはいはい。なんか出たわけでもない。ただ上切るだけか。あれ取るか、さっきの。これ。戻って。はい、置物ゲット。これも一応壊しましょう。はい、ありがとうございます。はい、壊したところで、先ほど言っていた、あの、バルーンの方ですね。ちょっとやっていこうかなと。これはね、一個ずつ壊していくんですよ、こうやって。で、今度はあっちの上か。この上がね、なかなか大変だった。しっかり、壊さないと。壊さないと。オッケー。いくね、オッケーオッケーオッケー。で、戻って、二つ。はい。で、最後の位置戻るのか。いえ、あ、ミステリーファイルだ！何番？1番だ！これで1、2、3手に入れました。よし、今度ゆっくり見ていきましょう。それか、みんな自分の見てみてください。今のバルーンで1個目なのか。で、残りのステージが、ちょっと夜間を見てみると、1、2、3、4、5、6、7、8、9？ これ何ステージあんの？書いてないんだけど。これ何ステージあるんだろう？でもまだ残されてるとこは、あれだね、あれやってないから。どうした、小鮭？小鮭どうした？え、なんか走ってる、奥に。あ、そこに何かがあると。じゃあ、ここをジャンプして越してみるか。ふい！あ、いけた！小鮭いけたわ。これ教えてくれたのか。イエーイ。登ってこないのか？ここに。よし。一応これ壊すとか、壊せない、800円で。あ、ごめん、こじゃけ、変なとこ投げちゃった。ごめんね、あっち行っちゃった。じゃあ、これをやるか。まだやってないステージなので。行きましょう。ステージ1長いね、結構。いっぱいあるよ。はい、よろしくお願いします。また武器使えないの？こじゃけと行くやつか。どんな感じだ？時間いっぱい生き延びましょうって。良ければいいってこと？あ、違う、ジャンプするんだ。ジャンプで避けるんだ、これ。この振動ジャンプで。ほいほい、オッケー。どんどん増えてくんのかな。あと43秒、生き残れば、いいんだけど。一回当たったらダメなのかな、これって。一回も当たっちゃいけない感じ。とりあえずでもジャンプで、縄跳びみたいに避けていきましょう。はい。はい。ほーい。ほーい。あ、なんか出てきた。あー、俺は欲に囚われちゃう。はい。はい。こっちの欲が、欲が。欲が出ちゃう。はい。はい。はい。うー、はい。はい。うえ、とぃー、オッケー。完璧、完璧、完璧。はい。はい、これも取って、欲に負けずに。あー、ぶれ！一回くれた。一回くれた。あー、あれ欲しい、あれ欲しい。おいー。えー、ちょっとくれた。やべ、やべ、死ぬ、死ぬ。死にたくない。死にとうない、僕は。死にとうない、死にとうない。あー、あと93秒あと93秒チェックポイントからやり直すんでちゃったよ。あ、いいのか。うわー、失敗したー。あと93秒って。90、ちゃ、1秒切ってたもん、今。欲に、目先の欲にやられたな。みんなは真似しちゃいけないよ。目の前にお金が落ちてるからって言って、道路に飛び出しちゃいけないよ。
今僕は完全に同じことをした。それと同じことをした。絶対真似する人がいるはず。そんな良くない、そんな良くないぞ。危ないからな。身の安全はしっかり確保しよう。はい。でも、もう大丈夫。もう多分、欲は出てこない。出て、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 行こう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 。この、欲に負けるな、みんな。来た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 欲に負けずに行く。オッケーオッケーオッケー。あ、目の前に、お金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 、目の前のお金、目の前のお金を取れ、目の前の、目の前のお金を僕は取って1個食らっちゃうけど、まあ、いい。ダメージをちっちゃく、ダメージをちっちゃく、1個でいい、1個でいい。オッケー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 。もうないよな、お金。お金もうないよな、お金あったら。あー、全部取れたのは、まあよかったですね。楽しいね、これね。難しいよ、しかも。ちょっと難しいよ。でもまあ、2000円も稼げたのは、もう円って言っちゃってるけど、いくらですね。いくら。いくら好きなので取りました。ありがとうございました。よっしゃー。で、これ800か。800いくら使って。解放。オッケー。あ、なんかある。あ、これもいくらだ。いくらに尽きないな。300。これモンガイ助けてあげてんの？もう穴が出てきた。モアイだ。いらねえ。モアイ。1400高いねえ。でも、広い。広いから1400。あ、ある。魚発見しました。煮干しゲッチュ。あ、そっちにも何かあるのか？上か。待って、これ登らなきゃいけないです。こっちにもあるよ。これもある。はい。いくらゲット。で、こっちいいか。これ教えてくれてる。なんかいっぱい隠れてるのあるね。あ、戻りセリファルド !4 番手に入れた。シャー。で、このステージはもう終わったのかい？僕はもう終わったんかい？あ、違うぞ。やってないのあるぞ。あ、ここにも競馬インクあるぞ。はい。クリアして。どうした？どうした？ここになんかあるのか？おお、教えてくれてありがとう。こじゃけ出しとくといいことあるな。お、ほら。ほら、こじゃけ出してるといいことある。今度どっか連れてってくれてる。どこ行くの？ここ？すごい！こじゃけありがとう。でも何も出てこなかった。あ、イクラちゃんが出てきたのかな？こっちは？あっちは？あ、動いた。探してる。これ本当に探してんの？え、すごいね。え、ないよ。ないよ。上見てるけど。ん、何もないけど。あれ、ただ単にこれ気になっただけか。興味があっただけかい。なんだい。じゃあいいや、次のステージ多分これが最後になってるのかな。やってみますか。はい。あ、入れない。はい。次は何だろう。なんかエクスプロッシャーみたいの見えたけど。次は何するんだ？ふぅ。はい、よろしくお願いします。あ、エクスプロッシャーだ。インクで塗り尽くしましょう。しかもクイックボムついてるぞ。エクスプロッシャーに。なんか、いろいろインク出るよ。ほら。これで動くってことは。で、X ね。どうすればいいの？でっかい、あー、モアイ像がいる。登れってことかな？わーい。なんか、モアイ見るとさ、オクトエキスパンションのさ、ボスに見えん？こんな感じだったよね。右かな？当たんない。はい。当たんない。どうすればいいの？あ、モアイ塗るんだ。モアイを塗れってことか。彫刻を塗れってことね。はいはいはい。全部塗れってことかな。とりあえず汚すわ。楽しい。普通に楽しいぞ。汚すだけだぞ。え、なんか出てきた。ちょっと塗っただけなのに怒った？
モアイが怒ったぞ。あ、ビキル。こっから濡れってことか、さらに。鼻も失礼。口も失礼。ごめんね。右側の、こめかみ、ごめんね。鼻筋もやらせていただきました。今度、後頭部の方に行こうかなと思います。はい、もみあげらへんも、しっかり塗って、前頭葉、こう、側頭葉、後ろのね、後頭部も全部ね、塗りたくって。さあ、あと細かいところですね。まだ残されてるところがあるみたいなので、エクスプロシャ塗っていきましょう。はい、はい。下の方もかな？首根っこの、うなじのとこも。はい、塗っていく。まだ塗れてないとこがあるね。これ全部塗らなきゃいけないのか。大変だぞ、意外と。まあ、でもちょっと上だけ最初塗っとくか。ある程度残しといてもいいのかな？鼻のあの、一番ニキビができやすそうなとこ。オッケー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 、てっぺんも塗って。はい。あ、一段降りちゃった。まあ、いっか。どうせ塗るし。はい、オッケー。はい。で、下も大変じゃね、意外と。意外と大変じゃね。意外と、このモアイ、贅沢なやつなの。全部塗ってもらいやがって。よいしょ。もう結構塗ったぞ。あ、まだある。なに、もう終わりなの？あ、もういいの？これいいの？ダメ。でも、ほら、ちょ、気になるから。ゴツじゃない？いや、気になるんだって。ここ気になるでしょ、ここ。ほら。もう気になる、ダメだって、これ、几帳面な人には。俺、几帳面じゃない？変なとこ几帳面だから B 型なんだろうな。もうこれでいっか。そして最後には適当ってなるね。適当な、なっちゃうんですよ。はい、モアイをしっかり。あ、綺麗に塗れたべ。塗ることできました。ありがとうございました。いいね。このモニュメント塗り、他のモアイじゃなくてもやりたいな。もっと難しいやつでもいいや。たくさんやりたいです。てかこれボスとかいないのかな？ヒーローモード。今回。気づいたら30分やってるんですけど。気づいたら。意外と時間かかってるよな。ここにもケバインク発見。900円。使わせてもらって。はい。穴ぼこ発見。あ、ディスク。またディスク。で？こっちにはもうない？いない？あ、ケバインクいるじゃん。え、900円もないよ。え、まだあんの？いくら足りないんだけど。まだやってないやつあんのか？ 10 個やってるよ。一応、ケバインクここにあるのでやってみるか。あ、いや、あ、落ちちゃった、落ちちゃった。もじゃおさんになっちゃった。あ、これだ。ちょっと行きますね。はい。あ、落ちた、落ちた。100円。できるか。お！やった！フードチケット手に入れた。フードチケット嬉しいね。これは普通に嬉しいぞ。だがしかし、だがしかし結局、奥のやつ開けることはできないのか？俺は。金がないのか？なあ、金がないのか？ 900 円足りない。900円だって。なんかほとんどやったと思うんですけど、多分武器でやってない。いろんな武器でやってなかったっぽくて、で、せっかくだし、まあ、全部の武器をクリアしたいなとも思ったので、最初このヒーロー装備使ったんですけど、パラシェルターとか、まあ、別の武器でもね、やっていこうかなと思います。はい。ちょっとね、いろんなステージクリアして戻ってきました。で、今回、この、2570機集めたので、これ開けていきます。ほい。ごちゃきありがとう。で、開けたのはいいけど、なんだ、何もないのか。開けたのはいいけど、何もないとかやめてくれ。せっかく集めてきて全部開けたのにさ。まあいいよ。まあいいよ、もう。うぬいよ。じゃあもう本当になくなったかな、これ以上。これ以上ない？終わり？本当に終わりかな？あ、こちゃき見つけてくれた。ナイス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 。ナイス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 。ちょっと掘り出し物も探していこう。別になんかあったわけでもないけど。
あたた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 。よこじゃけ。そういえば名前みんなにさ、何がいいかなって言ったのにさ、こじゃけって呼んでるわ。もうこじゃけさんだ君は。コメント見ました皆さん。ありがとうございます、本当に。こじゃけさんですもん。こじゃけさん、あ、待って。あのさ、さっき気になった飛行機じゃなくて、あの、風船がずっと動いてんだよ。これ、気になった。こじゃけいけ。ああ、あれ入ってるだけか。え、じゃ全部終わったぞ。ガチで全部終わったぞ。もうないぞ。あ。まだ埋まってんのはありそうだけど。はい。はい。終わったよ。やること。この上に何かがない限りないよ。ないよ。ガチでないよ。ほら。ほら。次のステージ行くわ。バイバイ。このステージの人たちバイバイ。俺もう行くね。さよなら。第一ステージ、クリアかな。行くぜ。ここか。行くぜ。うおー、長い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 。どこ走ってる、暗い暗い暗い、見えない。右手に見えますが、謎のロケットでございまーす。もじゃもじゃしてまーす。安心ライフファクトリー。わー、新しいとこ来た。ボスとかないんか。ん、なんだあの一番高いところに強い反応がある。おじいちゃんかもしれん。調べに行こう。もしかしてあれがボスへの繋がる道なのか。はい、ということで、あの新しいステージに来ることができたので、次はね、このステージを攻略していけたらいいなって思います。はい。で、一応サブチャンネルの方にですね、私のうなチャンネルのサブチャンネル一応あるんですけど、そちらにあの未公開映像といいますか、ステージの夜間のさ、サイト1の別の武器クリアしたのよ。これをよかったら上げていくので、まあ、暇な方はぜひ見てください。暇じゃなくても暇にして見てください。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。